ここからさらに川内長野の方に向かってたりみたいですけど、道もいいんでね、そのままストーンと行けそうですね。熱だけ心配ですけどね。なるべく前も冷えるような感じでね。よいしょ。では見聞書いてるな。じゃあちょっとぼちぼち向かってきましょうか。これもう駐車場の端っこなんですけど、もうバンバカ車来るんですよね。すごいよな。で今入ってきたとこから出て、そのまんま、東の方に向かっていくといい塩梅で川内長野ね、入っていけるみたいなんで、そっちから行きましょう。川内長野富田林、まあこれはね、近鉄の沿線ということで、うちの動画でも取り上げさせてもらったことはありますけど、よいしょ。で、こっちからそのまんま、そう、和歌山市とか貝塚の方だったら向こうから専用の出口があるみたいです。へえー、すごいな。これはでもいいところ紹介できましたね。これは車でいないと来れませんもんね。うちのチャンネルのやっぱね、鉄道も見つつ、こういったね、沿線のところトータルでね、カバーできるっていうのが、当チャンネルの強みですよと言ってみましょうかね。で、あ、本当だ、これでこのまま川内長野ってなってますね。いけるみたいです。なんでここの矢印信号こんなちっちゃいの？なんか比率おかしくね？めっちゃちっちゃいですよね。なんだこれ。いや、いろいろ気になるところいっぱいありますよ。さ、先に牛滝温泉、3年5月にオープンしたんだ。へえ、滝の湯とかいろいろあるみたいですね。へえ、ちょっと今回はもうね、ちょっと両冷蔵品買っちゃったんであれですけどね、まあ、まだ体力もね、なんやかんや結構チュチュと休めながら来れてるんで、意外と体力面もね、大丈夫ですね。で、これで旧道の、今のがね、バイパスらしいんですよ。で、旧道の175線と合流して、川内長野の方に入れるような算段らしいですよ。登らない。まあエアコン中心になってますからね。暑いのとね、ちょっといろいろ買いましたからね。これで奈良池。なぜ奈良池？大阪やの。奈良池ありますよ。池だ。隣池だ。で、仏浪とかの方に行っちゃダメなんですね。これで旧道と合流するんだ。信号あり。テクノステージ泉ってなってますね。
これで和泉市なんだ。秩父に忠岡とか、全然聞いたことのない地名がいっぱいですね。秩父にってすごいですね。親父鬼です、雷親父絶対いますって言ってるような名前ですよね。他はタヌキが出るんだ。ここら辺は奇祭、奇祭に若かし、で野菜直売所なんかもあるんだ。で葛城温泉、八風の湯、どっかで聞いたことのある名前だな、八風の湯って。あれだ、あそこにありますよね、滋賀に。でこれはなんか、らい横向きな看板、うまいポン酢だし、なんで横にしてん、あれかな、縦向きの看板と勘違いして縦で作ったら、すいません看板これ横置きしかできませんわっていう、ほな横に置いたらそれはそれで目立つ、それでやってみようかみたいな、そんなノリですかね。大阪ですし、確かに気になってこういう風にちょっと見ちゃいましたけど、あとでちょっと調べてみよう。こういう時にね、回しながら撮っとるとね、後から画像で確認できますからね。あ、で今度またここで道の駅があるんだ、串柿の里。この道沿いだったら結構休めるところも多いんでいいですね。こっちも固定175線なんだ。わかりますね。175線は曲がって、175線は両側ですよって、どっちもどっちやねんっていう。で、485線もこっちってなっとって。で、さらに地球先には泉山あいの里。多いですね。こんだけ休憩スポットがあるといいですね。でもうまた別の道の駅や、泉山あいの里、ここも大きいですね。結構混んでますね。この先も何？この先曲がる何？とんかつ？唐揚げ？エビフライ？どこだ？これか、とんかつ。やりますね。で、信号門まで交差点事故多発らしい。花の絵、なんか、すごい自治体ですね。ここは国家園、第三半不走センター。あちこちに、この辺りもあったんですね。オイルバンク、安っ150円フルサービスですごいな。ね、福瀬町、なんか道路が舗装したてなのかな、工事中な感じですね。まだ線が引き切れてないんでしょうね。夜間工事でもやってるのかな。でこれで国会がこの奥にあるんだ。でさぬき、あ、なんかさぬきあってさっきはちょいちょい見かけるな。スープ類以外全て持ち帰りを、餃子の王将、さすがですね。本家さぬきや、絶対違いますよ。
今の歌で CM やったら絶対怒られますからね。サヌキうどんなんでしょうね。こっちでは聞かない名前ですけどね。居酒屋も兼ねてるんや。へえ。ゆうゆう。まるでパンダの名前みたいな感じでね。これはこのまま作れるのか。で、天の山第三トンネルと。ぐーっと曲がってるんですね。あれ、その先にももう一発あるんだ。へえ。金剛寺とか、こっちのとか行けるんですね、勝手に。私はこっちですね。富田林の方ね、向かってこっちから。どこで分かれるの？あ、ここでもう分かれるんだ。へぇー。こんなとこに金剛寺あるんですね。川内ながらも入りましたね。山の中突っ切ってくんで、意外とこれ早いな、いいな。覚えとこう。170号線で行くといいんですね。で、そのまんまずっと富田林の方まで、富田林までも出ちゃった方がいいでしょうね。